どなたですか？通りすがりのものなんですけど、建物の中から悲鳴が聞こえたので。ゆうちゃん大丈夫でした？怖がってませんでした？大丈夫です。みつみさんのこと助けるって頑張ってましたよ。それはよかった。そういえば、そうでした。こんな格好でなんなんですけど、ここの受付業務担当の笠原美澄と申します。それが、その、上のフロアを通りかかった時に変な物音がしたんで降りてきたんです。物音の原因はどうやらこの場所らしくて、いろいろ調べてたら、シャッターが急に下がってきたと。はい、慌てて戻ろうとしたんですけど。とにかく私たちで何とかしてみますから。すみません、よろしくお願いします。まあ、あまり気は進まないけど、どっちにしても、すぐに外に出されちゃったりしないかな。何を？それはどうかな。確かに、ちょっと変わってる人かも。そうだね。私、ゆつきちゃんとこの部屋の中探してみる。お願い。お願いします。壁のどこかにシャッターの配線が埋め込まれているはずなんですけど、場所まではちょっと。何さんでしたっけ？あ、ご丁寧に。私は笠原。私のお尻のポケットにカードキーが入ってます。それを使えば物品庫が開くはずです。あそこやったら何か役に立つものがあるかもしれません。
何か問題あります？取れました。すみません、よろしくお願いします。全然大丈夫ですから、ほんま。
シャッター開けられた？そう。水谷先輩、早く行きましょう。バーカ、変なこと吹き込まないでよ。平気です。水谷先輩、本当は優しいんですから。本当はって。水谷先輩は私の恩人なんです。そんな大げさな。さ、行きましょう、先輩。Thank you.
ですね。よう考えたら後ろに下がればよかっただけなんですよね。すみません。いえ、どちらにしてもここを開けへんかったら上には出られませんし。すみません、私が悲鳴あげたりしたから。え、どんなことでしょう。見学ですか。書院の者に確認を取ってみなければ何とも言えませんけど。でも一応話してはみますから。それくらいならお安いご用です。会議室や研究室なんかがあります。それが何か。あ、はい、お願いします。お疲れ様でした。これで上のフロアへ行けますね。はい、お願いします。久しぶりだね。はい、初めて会ったのは去年で、今年に入ってからはなかなか会える機会がなくて。まあ学年違うしね。でも時々先輩の部活見に行ったりしてるんですよ。そうなんだ、気づかなかった。先輩一生懸命ですから、すごくかっこいいです。あ、ごめんなさい。本当？あんたが開けたの？よかった。そうだ、ミスミさん。
それで？そう。そっか、そうだね。行こう、みすみさん待ってるんでしょ？